王家飛行爆弾は大きな弾頭を持つ無人飛行物体、または小型の航空機を言い、今日の巡航ミサイルの戦具を成すものである。爆撃機との相違は、爆撃機が爆弾を投下した後に基地に帰還して、再度任務に就くものであるのに対し、飛行爆弾は自ら目標に突入し、それにより自らをも破壊するという点である。飛行爆弾として主に言及されるのは、 第二次世界大戦における2種類の兵器、ドイツの V1 飛行爆弾と日本の桜花である。V1 は無人だったが、大川パイロットを乗せた特攻兵器であった。飛行爆弾という語は、おそらくこれらによって植え付けられた数軸国側兵器としての響きのため、今日の英語ではあまり用いられず、この定義に該当する兵器は巡航ミサイルと呼ばれるのが一般的である。 テスト中のヒューイット・スペリー自動飛行機飛行爆弾とも呼ばれた製造の最初の試みは1916年にエルマー・スペリーによって行われたものでヒューイット・スペリー自動飛行機と呼ばれカーチス N-9 水蒸気に搭載されたこの試みはカーチスによる特別な設計カーチス・スペリー飛行爆弾に発展したが全くの失敗に終わったアメリカ陸軍も第一次世界大戦中に 飛行爆弾、ケタリングバグの開発を試みたが、戦争が終わるまでに完成させることはできなかった。飛行爆弾で最も有名な例は、ドイツの V1 である。V1 のほとんどは、第二次世界大戦中の1944年に、ロンドンを目標として使用された。飛行爆弾には、動力のあるものとないもの、操縦されるものとそうでないものとがあるが、 第二次世界大戦時に作られたアメリカ海軍のバットやドイツの BV-246、フリッツ X 等の無動力のものは滑空爆弾と呼んで区別される。飛行爆弾がミサイルと異なるのは長距離飛行するために翼を備えているという点で、それに対してミサイルは弾道飛行を行うように発射され、目標に達するまで揚力を必要としない。2000年代からは、 ロケットモーターで加速した後、切り離した弾頭を目標まで超音速で滑空させる兵器の研究が行われている。ありがとうございます。